これおっかと同じ病気かな。そうかもな。でもお前だけじゃねえ。お前が悪いわけじゃねえ。同じ風な奴もいっぱいいる。ああ、そうなんだ。私、死んじゃうんだね。そんなこと言うんじゃねえ。お前は死なん、死なせん。あいつを失ってお前まで先に行かれたら、残った俺はどうするんだ。胸を患ってるのはお前の他にも大勢いるんだ。みんなどの村でも治したいと思ってる。それだけ皆で頑張ってるのに治らねえわけがねえだろ。そっか、そうだね。治ったらまたみんなと遊びたいな。お父も一緒に遊んでくれる？ああ、もちろんだと思う。だから今はしっかり休んで治すことに専念しろ。おい、朝、他の村の連中とも相談してるんだけどよ。やめろっつっただろうが。そんなもん、川山陽だけ立てても意味がねえ。疑われて首切られるぞ。でも、このまま死ぬのか。お前だって、冬を越せねえのは分かってるだろう。海の連中だって同じだ。勝ち目が薄すぎるんだよ。俺は線を残して死ぬわけにはいかねえんだ。このまま行けばどの道同じことじゃねえか。なんだと。悪い、言い過ぎた。だが事実だろ。諦めるつもりはねえぞ。いけすかねえ奴らだ。まったくな。
なあ。おい、そこの二人。あそこのが倒れて動いておらん。行って様子を見てこい。へい。手遅れだったらいつもと同じで。構わん。いつまでも居座られては目障りだ。さっさと起こすなり捨てるなりしてこい。どうぞ。ああ、そこに置いてある。くそ、慣れちまってるな。何人目か数えてるか。いや、キリがない。こいつの家に知らせてやるやつが必要だな。ああ、俺が行く。悪いな、お前には甘えっぱなしで。死んだのを伝えるなんて嫌がって当然だ。俺はまあ大丈夫だが。本当か？ああ。あと、もうちょっとか。そうだな、もっと沖の方まで進むぞ。懐かしい場所が今じゃ死体捨てに絶好の場所だって言うんだから、ゾッとするな。胸クソが悪くなる。よし、この辺でいいだろう。じゃあ、せーのっと。なあ、朝、やっぱりやるしかねえよ。このまま冬になったら全員死んじまう。だが、あいつらに殺されるんだぞ。うちの親は両方とも俺たちに飯を分けて死んだ。最後は納屋に自分たちを閉じ込めて、俺が挙げた時、親父とお袋は噛みつき合って死んでたんだ。俺たちは人だろう。あんなのは人の死に方じゃねえ。あんな風に死にたくねえ。死なせたくねえんだ。俺だってそうだ。うちのは満足に飯も食えないまま血を吐き散らかして死んだんだ。どこの村でも流行ってる胸の病気だ。あれがどういう死に様か知らないわけでもねえだろう。
許せねえことはある。だったら、なんだあれは。おい、危ねえぞ。うるせえ、ありゃ人の形だ。毛色がちょいと違うだろうが、人に違いねえ。言われてみりゃそうだな。にしてもこれは確かにへんてこなやつだな。朝どうすんだ。こうする。生きてるみたいだが、とりあえず運ぶか。は？役人に知らせなくてもいいのか。どう見てもまともじゃねえんだ。渡したところでろくな目には合わないだろうよ。それに気がついてからこいつが自主的に役人に申し出ても遅くはねえだろう。俺は知らねえからな。手伝うのは運ぶところまでだ。それだけでも十分だ。
ら、緊張してるの？どうだろう、よくわからない素直でよろしい。不安かと思ったけど、そうじゃない？そういうのはないかな。こういう時は不安があった方がいい。そのままでいいよ。ごまかしてもすぐに化けの皮が剥がれるでしょ。あなたそんなに器用じゃないんだから。先生が言うならそうかもね。のんきにしてるな。それより、先生はそのままでいいの？四季家に婿殿を届けに行くのに、姿をごまかしちゃ失礼でしょ？失礼とか、気にする柄だっけ？